今回は麦わらの一味の資金源が略奪だったと判明したことに対する読者の反応集を紹介します。あいつら絶対悪いことしてるだろ。海賊だし。海賊が悪用しないで何すんだよ。アーロンパークで波が盗んだ財布。強盗。印税。窃盗、詐欺。空島の金。今まで倒した奴らの賞金。いちいち海軍に引き渡してんのかよ。あった船に3時の飯でも売ってんじゃねえの。これまで助けたところから寄付でもされてるんだろ多分。普通に食料とか買い物してるからな。やばくなったらルフィを売れば大金入るしな。かなり昔、財宝を監禁してる描写なかったか。空島の後じゃね。ウソップが管理してたのにミスるやつ。空島の財宝。それ以前は知らん。散々いろんな島回ってきただろ。そこらで問題解決すると同時に金品と食料をかっさらってきたに決まってんだろ。作品外で普通に海賊行為してるんじゃなかったか。正義の味方ぶった行動が目立つのに普通に海賊行為をしてるのか、商船を襲って金品奪ったり乗員を奴隷として売ったりしてるのかな。暴行動画つべに上げて再生数で稼ぐんだよ。有名人がやられんのお前らも見たいだろ。海賊には2種類いて、無法に略奪する海賊モーガニアと、モーガニアをカモとする海賊ピースメインがいる。ルフィたちはピースメイン。って読み切り版で言ってた。懐かしいな。つまり悪党どもからぶんどってるのか。あいつら月光森屋さんのへそくりを強奪した極悪人だぞ。ルフィ俺たちはピースメイン、とやー、どん。海賊の財産は元は一般人のものだからその人たちに返すべきなんだよな。ピースメインの設定は七部会の原型だろ。マジレスすると国を救うたびに王族から支援金が出てる。あとは波の手腕。つかさ2号ならある程度生産力持ってんじゃねえか。そもそも海の上でどうやって金使うんだよ。今まで倒した奴らが持ってた宝を奪ってるとかじゃん。波ウソップロビンあたりが敵から何かしら回収してるんだろ。森屋から略奪した結果シャボンビデに置くほどあると波が発言している。それが未使用のまま2年保管されて今に至るから当分資金面は問題なし。陸に上がった時に街で買い貯めておけばいいだろ。未だにゾロが海賊狩りって呼ばれてる理由、ゾロって未だに海賊狩りって呼ばれてるけど、もしかして物語終盤で裏切るとかかな。ただ二つ名が他になくてそれで呼ばれてるだけなのかも。ルフィがご同様と戦いまくってるからとかじゃない。今さら裏切ったらさすがにゾロの格が落ちすぎるだろ。未だにっていう海名って滅多に変わることないしな。身近な例で言うとあだ名が変わるようなもんだぞ。ミホークが海兵狩りから鷹の目になってるしミホーク倒したら何か違う二つ名つくんじゃね。最初の印象って大きいよね。実際に海賊飼ってるし。本題からはそれるけどさ、賞金稼ぎなら海賊狩るのが当たり前なのにわざわざ海賊狩りって呼ばれてたの地味にすごくね。海賊が海賊飼ってなんかいいよね。ルフィも四皇になっても麦わらだし、最初につけられた通り名は変更しないんじゃない。一応海賊以外の賞金首もいるから。海賊を狩る賞金稼ぎの中でも特に特別な存在感があっていいよね。まあ四皇の右腕の二つ名にしてはミスマッチ感ある。三刀流のゾロじゃダメなんですか先生。海賊狩りのゾロ。かっこいいだろう。海賊王の最初の仲間が海賊狩りって正直何が良いと思う。あと他っていうと三刀流のゾロとか、片目マリモとか。四位のレス。通り名はミホークとかバギーとかも変わってるよね。定期的に言われるゾロ裏切る説。逆にシャレてて好き。ロジャーも海賊王になる前は別の異名あっただろうしゾロも大剣王になったら異名変わるんだろ。きっと鷹の目を倒して鷹狩りのゾロと呼ばれるんだろう。知らんけど。鷹の目に合わせてゾロ目と呼ばれるのか。一味がサニー号の名前考えるとこ好きだから二つ名もそれでやるの見てみたい。暗黒鬼闇侍とか。レイリーに合わせて炎王になると思ってる。ミホーク超えて鷹狩りは意味が変わっちゃうからないかなと。四皇の右腕が海賊狩りは普通にかっこええやん。後世では炎王って呼ばれてそう。それはそれとして海賊王になる男の右腕が海賊狩りなのはシャレが効いててかっこいい。自分の認めた王以外邪魔になるものは全て切って苦境剣みたいなイメージ。一味加入前も後も海賊飼ってるし、ミホークは七部会加入中は海兵飼ってないし、まあそういうもんかな。元ネタが海賊狩りのエイリークあたりか。肩着に手を出さない感じがしてかっこいい。まあルフィに託すまでずっと麦わら帽子かぶってたはずのシャンクスが赤髪とか呼ばれてる世界だしな。それで行くと腹巻きとか緑頭とかの方がしっくりくる。カイドウさんまで海賊狩りとか呼び始めたのはなんかウケた。一味の異名が変わるのは地味にブルックで一回やっちゃってるしな。泥棒猫の波も海賊相手に何言うとるねんという感じはする。海賊なのに海賊狩りってのが異質感あっていいよね。カイドウクラスの海賊からもそう呼ばれてるのがなんか好き。泥がルフィを裏切るわけがないのも今更そんな展開してる暇ないのも100億承知なんだけどそれはそれとして。序盤からの異名が終盤で回収されるみたいな展開が見たい気持ちもある。ぶっちゃけもう実態に即してないとこあるよね。
海賊狩りといってもそれは麦わら海賊団としてやってることだし、異名変えるタイミング逃したとかそんなところなんだろうけど、すれ違かもしれんがゾロって戦闘員から地味に役職変わってんだよな。役職剣豪ってなんだよ。でも海賊になってからも海賊狩りみたいなことしてるし、そもそも異名変わるかわからんがレイリー路線だったら猿王、ミホーク路線だったら丸の目ゾロに変わるんかな。冥王に対して猿王石岩さん闘竜腹巻きといろいろ特徴ある中で相手の海賊狩り正直好きです。二つ名が変わるキャラほとんどいないからな。一人二人くらいしか今までもいなくないか。最近は割とロロノアだけどマジの序盤はゾロだ、こいつ海賊狩りのゾロだって感じだったよね。バギーもアーロンもモブ海兵もゾロって呼んでたし、今バギーと再会したら海賊狩りって呼ばれそうだけど、世間だと海賊狩るために海賊になったんだなって認識だからそのままなだけでしょ。サンジも今やねん足のサンジだしな。もともとの黒足ってそもそもなんやねんってところはあるけど、海賊狩りのゾロめっちゃ好きだから大剣豪になるまでは変えないでほしい。海兵狩り、鷹の目分かりにも政府側の七部会の一人の異名が海兵狩りはまずかろうって海軍会議とかしてそう。緑神石岩腹巻きのゾロ、この世界三刀流程度じゃ大したマークにならないんだと思ってた気がする。シャンクスの麦わらはロジャーのものって印象あったのかも。その麦わらをルフィが受け継いでるなんて海軍は知る由もないからルフィは麦わらで通ったのかと。そもそもシャンクスは自分で赤髪海賊団って名乗ってるし、海賊狩りのゾロってもう誰も呼んでないし、海軍は新しい異名考えてあげた方が良くない。カイドウさんが海賊狩りって言ってた。割と呼ばれてない。じゃあマリモくんで。海賊になってからもまあまあ勝ってるし。でも俺四皇麦わらのルフィの右腕が海賊狩りっていう異名を持ってるのただものじゃなさそうで好きなんす。明らかに大成してから異名つけられたやつもいるよな。百獣とか冥王とか。レイリーとの対比で猿王って呼ばれるようになりそうってのは見たな。赤旗とかいう謎の異名。どっちかっていうと黒旗やろ。地獄の王は、海兵狩りのミホーク、鷹の目ミホーク、海賊狩りのゾロ、片目のゾロになるよ。もし違ったら木の下に埋めてもらっても構わないよ。海賊王を目指す男の最初の仲間が海賊狩りなの好きなんだが、目かぶりとはいえ石岩のがええやろ。海賊やってるのに、異名が海賊狩りという得体の知れなさが好きなので、海賊狩りのままで。なるとしたらレイリールートの猿王か、ミホークルートの丸々目のゾロのどっちかになるんだろうな。丸々の目ロロノアゾロはありそう。ミホークが海兵狩りだったって話が出たのはそういうことだろう。逆転とかいうそのまんまなあだ名好き。海岸ルート来て丸々の目って呼ばれる展開はありそう。ワンピは凝った異名とシンプルな異名が交錯してるな。むしろここに来て師匠の海兵狩りという異名が出てきたんだからそれこそ海賊狩りって名前が今後の展開で生きるんじゃないん。モリアとかいう未だに異名が判明していないキャラ。じゃあ全部合わせて石岩狩りのモウロロのアゾロ。後世の人が世界最強の大剣豪海賊狩りのゾロって文献見たら、絶対弱き人々のために剣を振って悪い海賊たちを次々倒していった伝説のヒーローを思い浮かべるだろ。まあやってることはそこまで間違ってないけど。